編集者が5回泣いた本、まあは2回泣きました。学識サロンのまあです。今回は長松茂久さんの著書、喜ばれる人になりなさい、これを紹介していきたいと思います。いや、またまた神本に出会っちゃいましたよ。これも視聴者さんが教えてくれた本だったんですが、最初ですね、帯に編集者が5回泣いたって書いてあって、いやいや、そんな大の大人がさすがに5回も泣くことないでしょ、こうやって思ってたんですが、なるほど、お母ちゃんが素晴らしすぎてマジで泣かずには読めない一冊でした。しかも泣ける上にお母ちゃんの言葉がめちゃくちゃ本質的、勉強になっちゃうという、まさに最高の本なんですよね。まず最初にこの本のあらすじを説明して、泣きながら学べる話を2つ紹介していきます。それでは最後までお楽しみください。1つ目、あらすじ。これは著者の長松さんとその家族、特にお母さんとのエピソードが描かれた物語なんですが、長松さんといったら人は話し方が9割の著者として有名で、この本だけで60万部以上売れているという、あのバイブルを作った方です。そんなすごい人ですから、さぞ優秀な人生を送ってきたと思いきや、実はね、結構意外なんですよ。大分の田舎で生まれて、その後編集者、たこ焼き屋で働く、たこ焼き屋を経営、講演家、執筆家など、めっちゃ簡単に説明するとそんな経歴で、起業当初はたくさんの失敗だったり、お金がなくなって大変な思いをしてるんです。成功している人って成功した後有名になって認知されますが、やっぱ成功者ほど実はたくさんの失敗を経験してるんですよね。そして長松さんには最高のお母ちゃんがいて、長松さんを常に応援して、さらに自分自身の人生も明るく元気に全力で生きていて、生き様がかっこいいんですよ。ここでは一つだけ母と息子の会話を紹介します。大きくなったら何になる？一等賞になる。なんで一等賞になりたいの？だって一等賞はすごいから。それじゃあ一等賞にはなれないね。ムスッとした息子にお母さんは続けます。よく聞きなさい。ひょっとしたらあなたは何かで一等賞になるかもしれない。でもそれはあなたのためじゃなくて、困った人を助けるためなのよ。そんなこと言われてもわからない。一等賞はすごいんだ。今はわからなくても覚えておきなさい。この世にはね、神様がいるの。嘘だ、神様なんていないに決まってるじゃん。いる。それはね、おかげさまっていう神様。あなたが着ている服、履いている靴、これは全部おかげさまが作ってくれたものなの。会ったことはなくても、あなたのことを思って一生懸命作ってくれた目に見えない人たちがいるの。そのおかげさまの存在を忘れたらダメだよ。そしてね、いつかあなたが誰かのおかげさまになるの。一等賞は困った人を助けるために神様たちがくれるもの。だからあなたは喜ばれる人になりなさい。喜ばれる人？そう、あなたが人から喜ばれる人になること。それが私の夢。どうですかね？これこの本の冒頭の部分の話なんですが、お母さんいいこと言いますよね。一等賞を取って天狗になった人って、確かに必ずどこかで没落していくんです。そういう人って誰かに喜ばれる人になることをすっかり忘れてしまうんでしょうね。正直ね、 YouTuber とかで成功した人の中にも天狗になってる人って本当にいるんですよ。視聴者さんへの感謝とか忘れてしまって、全部自分の実力じゃみたいな人。私もね、そうならないように、これはね、心に刻んでおいて定期的に思い出したいエピソードだと思っています。本当にね、この本は断るごとに著者の長松さんに対して、お母さんが心にぐさっとくるような言葉を投げかけてくるんで、次なんて言われるんだろうってドキドキしながら読める一冊です。あと余談ですが、もうとにかくね、母にぞっこんの父、これもね、またいいキャラでして、そこら辺も感動できるシーンが満載でした。2つ目、母として3つのことだけ決めてるという話です。これは著者のお母さんと子育てに悩むお母さんとの会話で出てくる話なんですが、これがですね、親になる人は絶対覚えておいた方がいい考え方だと感じたんですよ。だから紹介しますね。まず1つ目は、子供に対する心配をする時間があるなら、それを自分の好きなことをやる時間に変えること。その姿を子供に見せれば、子供は将来そうやって楽しく生きることができる人間になるって信じている。2つ目は、子供がどんな状態であっても、お母さん自身が自分の機嫌は自分で取りながら明るく生きること。3つ目は、何があっても子供の味方で居続けること。何があっても子供の未来を信じること。この3つです。この話を聞いた長松さんはその時こう思うんです。この母の言葉に矛盾はない。厳しい時は家出したくなるくらい厳しかったし、どんな時もいつも明るかった。何があっても僕たちを見捨てなかった。こうやってね、思うんですよ。実際ですね、著者の長松さんが新規事業をスタートするときに、父親とお金のことで揉めるシーンがあるんですが、その時にそれまで黙っていたお母さんがこう言うんです。
もういいです。私がお金を出します。親が子供の応援をして何が悪いんですか。こうやってドカンとお金を出してくれるんですよ。いや、ここね、すごいいいシーンだったんですよ。特にですね、個人的に一つ目の話、子供に対する心配をする時間があるなら、それを自分の好きなことをやる時間に変えること。これがですね、私も二人の子供を子育てしている身として、ものすごく共感したんですよね。例えば私、仕事する時も、仕事ほんと楽しい。こうやってね、もう言いながら家で仕事するんです。そうしたら娘も、仕事って楽しいものなんだ。こうやって思ってくれるようになるって信じているんです。だから全力で好きな仕事をしている姿を見せているんですよ。あと他にも公園に一緒に行く時でも、私ね、他の親とちょっと違うんですよ。公園で娘よりも下手したら全力で遊ぶんです。全力で鬼ごっこしますし、最近はラジコンとか紙飛行機とか、あの自動で出るシャボン玉の機械とか、子供が好きそうなおもちゃを大人の財力で買いまくり、もうそれを餌にして公園の子供をかき集めて全員で遊ぶっていうのをやっています。これもね、子供と遊んであげるとかだと、自分が好きなことをしている姿が見せられないんで、そうではなくて、自分が子供と遊びたいから遊ぶ。まさにね、自分が好きなことをしている姿を見せている。これをね、すごく意識してるんですよね。育児ね、今やってる人、もうね、完璧なんて無理なんで、それはね、目指さなくていいと思います。一緒に頑張りましょう。皆さんは育児で心がけていることってありますかね？なんかいいのあったら教えてほしいんで、ぜひコメントください。3つ目、成功するために最も大切なことという話です。成功するために最も大切なこと、それはズバリ学識サロンの動画を見ることではなく、相手の気持ちや痛みを理解する力、これなんですよ。いや、そんなん小学生でもわかるっしょって思うかもしれませんが、これを本当の意味で理解して実践できている人って少ないからこそ成功者は少ないんですよね。この本の中のエピソードで紹介していきます。長松さんが中学生の時、両親のお店は商店街の中にあったんですが、繁盛していたため両親は忙しく、長松さんは一人で外食する機会が多かったんです。当時の商店街は基本栄えていましたが、当然お店によってはピンキリでした。そんなある日、お母さんからもらったお金でステーキハウスに行き、満腹で家に帰ると家のシャッターが閉まっていたんです。これは父親が息子は家にいると勘違いされて閉められていたんですが、その時お金を持っていなかったため、近所の食堂に電話を借りに行って親に連絡を取ったんですが、その時に中学生の長松さんはその食堂のおっちゃんに対してステーキがいかにうまかったか、これをずっと話していたんです。あそこのステーキは格別だと。それを知ったお母さんは長松さんにこう言うんです。あんたはおじさんの気持ちが分かっていない。あのね、おじさんも同じ飲食店をしてるのよ。鍵をかけたのは悪かったけど、ステーキの美味しさを語られたおじさんの気持ちを考えた。あんたはまだ人の気持ちが分かってないね。もっと相手の立場や気持ちを分かる人にならなきゃね。優しいとは人に親切にすること。でももっとその前に弱い立場にいる人の痛みを知ること。当時の長松さんはこの言葉の大切さを認識することはできなかったんですが、社会に出ていろんな経験をしたことで、あの時の言葉はこういう意味だったのか、こうやって気づいたそうなんです。この話聞いてどうですかね？ぶっちゃけですね、ビジネスをしている中で無自覚のまま相手の心を傷つける言葉を言っている人って多いんですよね。そういう人は知らないまま誰かを傷つけ、嫌われ、仕事の機会も少しずつ失っているんです。これね、正直ですね、私は苦手なんです。これ言ったら相手が傷つくかもってかなり考える必要がありますし、難しいんで私も間違えることがたまにあります。だからですね、今後はそういうことがあるために、このお母さんの言葉をしっかり思い返そうって決めました。忘れそうになったらあなたもこの動画を見返してみてください。さらっとまとめです。1、あらすじ。2、母として3つのことだけ決めてる。3、成功するために最も大切なことという話でした。この本を読んだあなたは絶対お母さんに電話したくなること間違いなしです。本当に感動エピソードが詰まっているので、ぜひ自分でも読んでみてください。説明欄にリンクもありますので、ぜひポチってみてください。今回はビジネス書というより泣けるエピソードが満載の本でしたけど、こういった本もいいですよね。なんかですね、皆さんの中で泣ける本おすすめありますかね？もうね、漫画からラノベとか小説からビジネス書まで何でもありなので、人生で一番泣いた感動した本があったらぜひね教えてください。やっぱね、感動するっていいもんですよね。それをねこの本を読んで再確認したので、皆さんの一押しぜひね教えてください。もちろん紹介できそうな本だったらこのチャンネルでも頑張って紹介します。ぜひよろしくお願いします。学識サロンでは YouTuber さんのためのオンラインサロンやってます。
YouTube は本当に難しくて、最初は動画の作り方もわからない。やっと作れても誰にも見られない。こんなことが当たり前で、この学識サロンも最初は数回の再生回数からスタートしました。でも今ではこんなにたくさんの方に見てもらえるチャンネルに成長しました。このサロンでは私が2年以上かけて学んだ YouTube のノウハウを全てさらけ出していて、実際登録者1000人達成した人もどんどん増えています。 YouTube を本気で頑張りたいという方、ぜひね、お待ちしております。さよなら、さよなら、さよなら。